本当にガラッと様変わりしますよね。まあね、ここからいいよ。中京大学のトヨタキャンパスのね、まあ最寄り駅、まあ本当の最寄り駅は愛川の方なんですけど、ただ利用者的には多分こっちの方が多いんじゃないかな。名古屋方面から、ね、ちょっと来れるんでね。っていうことなんでね、私も、ね、から近鉄からね、地下鉄乗り換えて、上水駅に降り立ってここから、ね、スクールバスに行くっていうのはね。一番セオリーなパターンでしたね。懐かしいな。ちょっと懐かしさは全然ないんだけどね。うちが、まあ、学生だったところなんて何の建物もなかったですもんね。優先寺の湯もバードも何もなかったもんな。本当いろいろ建ちましたよね。で、問題はここからが、うん、あ、これがあれか、高蘭亭系とか、ですけど、どこにあったのか、中京大学の左側、こんな感じでね、もう中京大学やっぱ使う人が非常に多いということでね、こんな感じになってます。でもう今ファミマもあるのね、もう便利。この先ちょっといったら増えるなと思いますからね、ほんと便利になっとって、この先になんてマックできたんですからね、あちらにもう一度ね、あの間のところにね、大学との間ぐらいにトヨタ大谷高校もありますけどね。ってことで、ここがね、スクールバスのところってことで、もう、朝とかすごい本数来ますからね。そうそうそう。でもさすがにスクールバスね、うちも今日別に大学に用事があるわけじゃないから、あれです。今、休校期間だから、多分全然動いてないですからね。で、こっちは、これはあれか、トヨタの工場とかに行く送迎バスになるとか。ってことは向こうか。そう、ここからね、裏技は何かっていうとね、そう、昔はね、実は海津駅ができる前はね、中京大学の、スクールバスが実は本見の駅経由でね、本見駅から乗ってくる人と両方拾っておったんでね、これに乗ればね、こそっと、本駅まで無料で行けた、んですけど、要は 本に行くわけですね。愛知環状鉄道のね、本駅、に行きますよと。あちらにこの駅前にあるのこれが龍泉寺というね、今の時間やったら、ね、500円になっちゃいますから、500円で入れるから大きいんだよな。ってことは本当はね、朝早く起きてここに龍泉寺の湯に来るつもりでしたけど、もう10時ですからね。どれだ、おいでんバスの本田地形、これだ、これで、本田地方に行くのは、こっちですかね、これ、こっちに行くやつにならんとあかんかな、本田トヨタ線、こっちか、
こんなんもあるんだ。毎週火木曜日にホミ地域バス。なんで火曜日と木曜日だっけ。ペザも駅前行くの。交流館の前に泊まるんか。ちょっとあるけど、まあもう駅まで行けん距離じゃないけどな。さすがに川向くですからね。あれですよね。で、こっちは走ってんだろうな。で、これは本段行きで、1時間2本とかね。朝のピークの時間帯だと4本とか走ってるから便利ですね。で、これで、6時だからこっちか。1時間2分、10時25分やから、33分発、あ、来るね、ちょうどいい。これで、本見駅まで行ってしまえば、合間にショートカットできると。よし、これで行きましょう。いや、しかし、ほんと変わったよね。こっから奥の通りまで、全部、ただのさら地だったもんな、うちが大学生の頃なんて。今やもうこんなにも、高層マンション、高層になるのかな、ね、十何階建てのね、マンションがずらずらずらっと並ぶね、一大住宅地とかしてますからね。昔はここからちょっと本の方向かっていったら、ね、だってここから先があるのって言ったらね、少年院と、トヨタ大谷高校と、そこから先にうちの大学とかね、大学行くまでにあるね、まともな商業施設、ベントマンぐらいしか思い浮かばんかったもんな。うん、時代変わりましたね。こっちの方なんかもめちゃくちゃ綺麗になってますからね。うん、まあそりゃ2002年とかの話ですからね、私が大学生の頃って言った。本当駅前もあるのって言ったらバスのロータリーがこっち側になかったよな。確かバスのロータリーがこっち側にあったんだよな。うん、今この駐車場になってるあたりにロータリーがあって、で、なんか多摩線売り場がポンってあってね。うん、本当車で、そのまま出店にしてるっていうようなのがあったぐらい。あとは本当なんもなかった。当時のね、写真がもしあったらね、ちょっと載せときますしかないかな。毎日の通学の時に撮りませんからね、っていう感じですね。でも優先寺の湯今日はでも混んでるね。うん、奥の駐車場は違うかですけど混んでますね。ちなみに利用者は4時間まで無料だったかな。なんでまあゆっくりできますよ、車で来てもね。何よりも駅前に越えてあるっていうのはね、大きいですよね。あんまないですからね、これだけの大型の温泉施設とか、こんだけ駅直結でね、あるっていうのがね。ほんとしかし、便利になったね。昔だって、上水から一番近かったスーパーって下手すりゃ、めぐり屋ですもんね。うん。そこら辺までなかったし、なんならだって、ね、それこそ大学でマックを食うってなったら、梅壺まで行ってましたからね。いや、信じられんな、今ではね。うん、こっち側が車の送迎スペースになっておるという感じですね。料金も、24時間で550円台、そんな高くないですからね。パーカーのライドでも全然いいですよね。あ、こっちだと100円乗れるんだ。あ、これだ。よし、乗ってこう。あ、